宗教じゃないの？やだ。でもちゃんとアイドルにしてね。一生懸命頑張ります。よろしくお願いします。うん、そう。街を歩いてたら芸能界に入りませんかって声かけられちゃった。嬉しい。春って暖かくて気持ちいいですよね。春は眠いですね。グッ。ちょっと少なめね。テレビに出たいな。嬉しい。早く私もあんな映画に出てみたいな。早くお仕事したいよ。なかなか自然に演技ができなくって。
ど、お休みも忘れないでね。ラッキー。早く一人前になりたいよ。ラッキー。大切に使わせていただきます。一日ごとに自分が成長していくのがわかるわ。ラッキー。今何をしてても楽しくって。最近弓江元気印なの。オッケー。私できちゃったみたい。信じた？演技力ついたでしょ。友達が芸能人とは付き合えないっていうの。私の早とちりだったよね。よかった。1年後の自分がどうなってるのか考えると楽しくって。そう。カメラマンの人に2人で食事に行こうって誘われたの。どうしよう。じゃあ行かない。最近色っぽくなったってよく言われるの。夢を見たの。私が大勢の人の前でマイクを握ってたの。別に。そう。まあこんなもんか。映画の仕事って大変。だってなかなか OK 出してくれないんだもん。
私の衣装って子供っぽくない？私はもっと大人っぽい方がいいな。いいよ。私今だったらどんな仕事もしますよ。グこの世界って表面は友達だけどみんなライバルなのね。今日は一日中テレビ見ちゃった。今週も頑張るぞ。そう。プロモーションが大切なのはわかるけど、なんか疲れるな。なんだか毎日充実してるって感じかな。社長、一生ついていきます。日焼け止め塗ってたのに、少し焼けちゃったみたい。テレビのお仕事ありません？ねえ、レオデッキ買って。私の出演したテレビ録画するんだから。グッ。私、暑いのって苦手なの。夏バテしそう。礼儀作法の先生が、私はもう卒業だって言ってくれたわ。
ファンクラブのみんなといると楽しくって仕事って気がしなくて好きだな。よく当たる占いのおばさんに見てもらったら私の未来輝いているそうよ。私のためにこんなにたくさんの人が集まってくれて感激。苦手なの。夏バテしそう。なんだか毎日充実してるって感じかな。私今だったらどんな仕事もしますよ。私も早く主役になりたい。綺麗なところだったね。また行こう。夏ももう終わり。夢少し感傷的になっちゃった。私の声最近よく通るようになってきたでしょ。買い物しすぎちゃったみたい。来月の支払い減っかな。今日は難しい本ばっかり読んでて疲れちゃったな。読書の秋か。私はやっぱり食欲の秋かな。
んの人たちと一緒にいると元気になるの。今週も頑張るぞ。たまには部屋の片付けしないと。きっと山では紅葉が綺麗でしょうね。ドライブ行こうよ。ドライブ行こうよ。今週は思いっきり遊びたいわね。この曲ヒットするといいな。よく当たる占いのおばさんに見てもらったら、私の未来輝いているそうよ。嬉しい。私の曲もカラオケに入るといいな。今週も頑張るぞ。
度も失敗しちゃったけど大丈夫かな。昨日寝つかれなかったから本読んでたら全部読んじゃった。眠い。音楽の先生が随分上達したねって褒めてくれたわ。頂点を目指しているのね。私も頑張らなくちゃ。自信がなくなっちゃった。ありがとう。頑張るわ。テレビの年末特番には出れるんでしょ。少し賢くなったって感じかな。同じ人が何度も見に来てくれてるの。顔覚えちゃった。今年ももう終わりか。大掃除しなくちゃ。は一人でいたくないな。え？
社長、下心なんてないですよね。わあ、こんなにくれるの。歌って踊れるミュージカル、緊張したけど面白かった。社長、初詣に行きましょう。ポスターって1枚しか写真使わないのに随分たくさん撮るんだね。明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。クイズです。次の言葉から連想されることを当ててください。白馬、苗場、富良野、野沢。いいよ。え？コロンがきつい？どうかな。もう帰っちゃうの？ちょっと休んでいく？5000人を超えたわ。番組のプロデューサーに食事誘われたんだけど断っちゃった。社長大好き。私社長のこと好きだからお休みちょうだい。
昨日夜更かしちゃってあんまり寝てないの。何してたかって？それは内緒。演技を磨くなら映画よね。たった30秒なのに撮るのは大変なんだな。そろそろ写真集出してもいいんじゃない？美味しかった。ごちそうさまでした。これっていつ発売になるの？面白いテレビがやってて、終わるまで見てたら寝る時間なくなっちゃったの。オッケファンクラブの中に女の人が増えて嬉しいな。昨日長電話しちゃって、なんか耳が変。今日はイメーカーお弁当作ってきたの。一緒に食べよう。みんな満足してくれたかしら。滑りすぎて筋肉痛になっちゃったみたい。たまには部屋の片付けしないと。オッケー。
昨日夜面白いテレビがやってて、終わるまで見てたら寝る時間なくなっちゃったの。いいよ。そう。ふかしちゃってあんまり寝てないの。何してたかって？それは内緒。ラッキー。いいよ。ブチブチ。社長大好き。昨日長電話しちゃって、なんか耳が変。嬉しい。初めての公演の時は緊張してブルブル震えちゃったんですよ。でも最近は随分慣れてきました。いつもたくさんのお客さんが見に来てくれて、毎日がとっても充実しています。
女の幸せは結婚よ。早く子供が欲しいんです。できれば女の子がいいな。甘がえるみたいでしょ。